はい、本日はですね、視聴者の方6000名が選ぶ好きなアウトドアブランドはどれだというところでご紹介していきたいなと思います。まあ、今回ね、いつも通りアンケート取らせていただいて、YouTube の方とインスタの方でアンケート取らせてもらったんですけど、ちょっと迷ったんですね。アウトドアブランドで絞っちゃうか、メンズファッションの広くで行くかっていうので、決めをどうしようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと一旦ね、狭いところで行こうと思って、それが正解だったんですよ。なんで正解なんかというとですね、メンズファッションなんか言ったらめちゃくちゃ数あるじゃないですか。でもアウトドアブランドって結構限られるじゃないですか。それだけでもこっちのアンケートの方に64ブランド来たんですよ。64ブランドも集計してたらもう頭こんがらがってくんでっていうことなんですけど、それをね、我が家の妻は頑張ってやってくれたということで本当に感謝してはいてるんですけども、やっぱりそんだけね、数があったりしたらね、僕も知らんブランドだらけなんですよ。これもうどこのメーカーやねんっていうのがあったりとか、これ知らんなっていうのはね、バッファロー・ジャクソン、なんやそれ、聞いたことない、なんかレザーのブランドかなと思うような名前やったし、あともっと聞いたことないのね、豆リッコやね。豆リッコなんか聞いたことない。それなんかのお菓子かなと思うようなブランドやったり。あとテルナとかね。そんなもん知らん。あとそれ以外にもノラ道具製作所。もうこんなもん知らん。やけどまあ有名なももちろんありますよ。ダイバーとかね。あとカナダグースとか、シャムス、コールマン、ノースフェイス、ケープハイツ、モンベル、ホカオネオネとか、まあまあその辺のね、有名なブランドとかもザーッと出てたりはするんですけども、ほな、じゃあどのブランドが人気なんかと。まあ大体ね、僕の中では相当しますよ。1位はあれやろなって。僕よく動画で紹介してる、まああれが多分1位のブランドにはなってくるけど、でも2位、3位、4位、5位、特に下位になればなるほど分からへんなと思ったんですよ。でね、僕個人的にはそのトップ7を今日ご紹介するんですけども、これ漏れたやつでね、このブランド入ってないのみたいな、このブランド入ってると思ったけど意外とこっちが上がってきたみたいな感じでもあったりするので、まあ、本日の流れとしてはですね、もうシンプルに7、6、5、4、3、2、1ってご紹介していこうかなと思いますので、まあ途中途中でね、実はここ惜しかったんですよとか、これも全く入ってへんかったんですよっていうのもまあ途中途中で入れるんですけど、まあ純粋にランキングをご紹介していこうと思いますので、まず第7位からいきたいなと思います。では第7位というのはですね、僕が一度も動画でご紹介したことないんですけども、コロンビアというブランドが出てきました。で、ここのブランドはですね、まあ、登山メーカーというか、まあ、アウトドアブランドというか、まあ、結構ね、有名やとは思うんですけど、僕も先生やってた時に、先生の教員の先生ら、周りの先生でも、このコロンビア着てはる方とか多くて、先生って結構スポーツメーカーかアウトドアメーカー着るじゃないですか。まあ、ナイキ、アディダス、プーマ着てるか、まあ、ノースフェイスとか、もうコロンビアとか、モンベル着てるか、まあ、大体その辺なんですよね。で、そのうちの一つとしてコロンビアがあったりはしてたんですけど、まあ、これはね、あんまり大きい声で言ったりはしたらあかんかもしれないですけど、まあ、コロンビアさんともね、一回そういうお話とかあったりはなかったりもしたことあるんですよね。もしかしたら一緒に動画作ることがあったかもしれんとか、まあ、コラボのお話があったりなかったりしたかもしれないんですけど、まあ、そんなことがね、甘えにあったかなというブランドなんで、まあ、僕も知ってるのは知ってるんですけど、購入とかしたことはないし、アイテムは一点も持ってないので、まあ、どんな感じなんかとか、どこが一番強いんかとかは分かってないんですけど、このコロンビアというのが、出てきました。多分価格的にもそんなべらぼうに高いようなブランドじゃないとは思うんですよね。おそらくノースフェイスとかよりはちょっと安いか、もしくは同等ぐらいやとは思うんですけど、まあこれがね、第7位ということになっておりました。では続いて第6位というのがですね、日本のメーカーモンベルになっております。まあ、モンベルが出てきましたよね。これはもう理由なんとなくわかりますよね。まあ、見た目とかっていうような感じ、スタイリッシュっていうのとはちょっと逆というか、どっちかというとコストパフォーマンスとか、あとはまあ価格というところでちょっと上がってきたんかなとは僕個人的には思ってるんですけど、もしかしたら視聴者の方からしたら、いやいや、デザインがめちゃくちゃいいやん、カラーリングがめちゃくちゃいいやんっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、僕の推測としては、まあ、多分価格帯とかがまあそうなんかなとかって個人的には思ってるんですけど、勝手なこと言ってすいませんね。まあ、モンベルが第6位になってました。でもちなみにね、僕そんなボロクソ言ってるように思うけど、モンベルの会員ではあるんですよ。だから月額じゃなくて年会費払ってね、モンベルの会員カードって僕持ってるんですけど、まあ、それがあるとね、いろんな宿泊施設が割引になったりだとか、あとモンベルの送料も無料になったりするんちゃうかな。まあそんなことになってるんでね、モンベルのアイテムってなかなかオンラインとかでないでしょ。モンベルの直営サイトじゃないと。だからほんまはね、それはAmazonとか楽天とかYahooとかで買ったらポイントとかもつくじゃないですか。だけどまあそれでモンベルあんま出てへんから、モンベル買う時っていうのは僕直営店のオンラインで買うんですよね。でその時に、まあ、送料が全部確か無料になってたと思うんですけど、まあ、そういうのとか、あとカヌーとかね、カヤックとか登山とかトレッキングのイベントがあるんですよ。でそれに、ね、僕らも一回応募したことあるんですけど、まあ、残念ながらね、コロナでなくなってポシャったんですけど、一回カヌーに行こうとしたことありますというのがモンベルですね。ほんで次ね、第5位に行きたいなと思うんですが、第5位、このブランドについて喋ることない、わけわからんから、それがこちらです。
ートというブランドになってます。マムート1回だけ入ったことあるかな。なんか梅田にね確か店舗あったんですよね。だからその象のマークみたいな感じだったと思うんですけど、確か入ったことあるんですけど、もうここに関しては申し訳ないんですけど全く知らないんで、これ言うことないんですよね。だからもしかしたらめちゃくちゃいいアイテムとかあるんかもしれんし、値段とかも全く分からへんから、ちょっとねあの分からんことを適当に言うのはね、まあ、僕のスタイルではあるんですけど、ちょっとほんまにマジで分からへんのでね、ちょっと言うことがないということになってます。まあただこの段階でちょっと言えることはね、惜しくもランキング外になって僕が意外やなと思ったのが、今が第5位であと残り4、3、2、1の4つしかないじゃないですか。でも残念ながら入ってないっていうのがスノーピークなんですよね。スノーピーク入ってこへんかったかと思って、もしかしたら今のところのランキング見る限り、コロンビア、モンベル、マムートって入ってるところを見ると、どっちかって言ったらアウトドア好きな方もちろん多いと思うんですけど、僕も視聴者の方ってキャンプとかそっち系じゃなくて登山の方の方が多いんかもしれないですね。登山系のブランドっていうイメージがあるから、キャンプとかやったらねあれが入ってくるじゃないですか。スノーピークとかも入ってくるし、ユニフレームとかもあったんですけど、ほんまにめちゃくちゃ票少なかったんで、まあ、この辺はもう全然キャンプ系は入ってこへんねんなというところで、第5位の発表しました。じゃあ次ね、第4位に行きたいなと思うんですが、第4位は僕も持ってますよなんて言って1点しか持ってないんですけどね、あのブランドになっております。そう、ナンガというブランドになってるんですけど、まあ、これもね日本のメーカーで、会社が滋賀、関西の滋賀にあるんですけども、そこで、ダウンジャケットとかあとは寝袋ですよね、まあ、メインは寝袋になってるかなと思うんですけど、それこそなんかキャンパーの人とか、まあ、登山の人とかでもなんかグッズは結構安いやつとか100均で代用するけど、寝袋だけはちゃんとしたやつがいいって言ってナンガ選ぶ方結構多いと思うんですけど、まあ、それぐらい高品質というか、寝袋といえばどこって言われたらもうナンガが一番最初に出てくるぐらい、まあ、有名だと思うんですけどね、まあ、このナンガがランクインしました。ちなみに我が家もね、今キャンプとか始め出したんですけど、まだ泊まりまで行けるレベルじゃないから、多分泊まりまで行ってね帰ってこれないと思うんですよ。だからまあおいおいね経験積んでから泊まりに行きたいなと思うんですけど、もし泊まるんやったらもう寝袋はなんかって決めてるんですよね。だからその時は、まあ、僕の分だけじゃなくて嫁も行くんで、嫁の分と一緒に両方買いたいなと思うんですけど、まあ、そのなんかが第4位ということになっております。そしてこっからはトップ3ですよね。もうトップ3は大体皆さん分かると思います、あのブランドになっています。第3位というのが、アークテリクスになってます。アークテリクスが、アークテリクスは、カナダのブランドかなと思うんですけど、まあ、アークテリクスのイメージってやっぱりこう黒ブラックのイメージとか、マウンテンパーカーもしくはリュックカバン、そういう系のイメージって結構あると思うんですよね。だから逆に言うとパンツとかスニーカーブーツ靴とかのイメージがあんまりないんですよ。で僕自身もアークテリクスのアイテム何点か持ってるんですけど、やっぱりジャケットがもうメインになってて、それ以外にやったらカバン、リュックと、あとまあボディバッグみたいなのを持ってるんですけど、まあこの辺はアウトドアブランドで入ってくるよねって感じで、日本でもねそれこそ店舗が多いから、やっぱり修理とか対応してもらうってなった時にね、その最寄りの店舗があるからすぐ出せるじゃないですか。そんなところがやっぱいいんかなと思うんですけど、アークテリクスが、ランキングしてました。ただアークテリクスって多分今まで言ったランキングの中では、ちょっとマンモーとかほんまに分からへんからね何とも言われないんですけど、今まで言ったランキングの中では一番価格帯が少し高い価格帯になってるんかなと思いますし、それこそある一定の水準以上の方が購入されてるようなイメージがあるんですけど、まあ、それがねアークテリクスかなと思います。ということで次は第2位に行きたいなと思います。で第2位というのがですね、ノースフェイスではなくてライバルのパタゴニアなんですね。まあそれはそうですよね。まあそれはねなんとなく想像できたかなと思うんですけど、パタゴニアがね第2位に入ってました。まあ、パタゴニアというとどっちかというともう完全にこう山か海っていうイメージで、まあキャンプとかとはまたちょっと違うんかなっていうイメージはあるんですけど、まあ登山、あとまあ夏場になったらこう海なねイメージがあると思うんですけど、先週ぐらいにねパタゴニアのランキング出した時も確か上位にそのショーツとか入ってきてたから、やっぱり夏のねイメージがある方も多いかなと思うんですけど、このパタゴニアが第2位になってるだということです。ちなみにパタゴニアの創業者とノースフェイスの創業者っていうのはめっちゃ仲いいらしいんですね。だから勝手にライバルやからバチバチしてるんかなとかって思ってたけども、いろいろヨーヨーパタゴニアの創業者の本読んでいったらですね、ノースフェイスの創業者とオラマブダチだぜって言ってたんで、あ仲いいんや、一緒に旅行も行ったりするでって言って、それほんまですかと、一緒に旅行行ってるけども実は旅行の最中事故に見せかけてなんか悪いことしようと思ってませんかとかって思ったりしたけども、ほんまに仲良かったらしくて、今ねノースフェイスの創業者の方も亡くなってるらしいんですけど、まあ、パタゴニアの方はね今でもご存命やと、ご存命というんかな分からんけども生きてはるとは思うんですけど、まあそんなことで、まあ、環境に、配慮してるブランドといえばもうパタゴニアですよね。まあ、最近でこそいろんなブランドがやってるけども、まず一番最初やったのどこって言ったらパタゴニアと思うんですけど、まあ、それが第2位と。だから第1位はもう分かりますよね。
そう、ノースフェイスということで、まあ、これに関してはね、視聴者6000名の方にアンケートを取らせていただいて本当にお答えいただいてありがたいんですけども、まあ、僕の視聴者の方から1位にランクインしたかどうかっていうとは分からないんですよね。それは雑誌とかでやったりしたらもうちょっと公平になると思うんですけど、まあ、このブランドのランキングに関しては僕取っといて言うのはあれですからね、ちょっとまああのノースフェイス B 機というかノースフェイスによるやろうなっていうのは思いながらね取ってたんで、まあまあまあそりゃそうかということで、1位のノースフェイスと2位のパタゴニアの間はね、倍以上空いてます、ともすれば3倍ぐらい開いてたんで圧倒的ノースフェイスやったんですけど、嫁がね集計してくれて正しいって文字で数えてくれてるんですけど、もう正しいって文字がずらーっといっぱい並んでました。だからもう僕数えたくないからね、何個やったって聞いたんですけど、まあ、それぐらい、票数が入ってたということで、まあ、ノースフェイスが人気あったようです。ちなみにノースフェイスのね、視聴者の方に聞いたおすすめランキングっていうのも以前作ってますので、まあ、それは気になる方は見ていただければなと思うんですが、まあ、これ実はね視聴者の方に、これ見ていただいてる方に参考なるっていうのはもちろんそうなんですけど、それ以上に僕としてはですね、次何買おうかなというちょっと市場の調査も兼ねてやらせてもらってますので、本当にありがたいなというところで、まあ今回でいうとこのやっぱマムードがちょっとよく分からへんダークホース的な感じだったんで、まあ、もちろんコロンビアもね持ってないんですけど、まあ、それよりもちょっとマムードの方が気になるなと思ってね、ちょっとまあまあいつかねタイミングがあれば買ってみたいななんていうのは思いましたと。まあ、それとまあトップ3はまあ不動ですよね。多分ここから10年かけてもあんま変わらへんのなみたいなことにはなってると思うんですけど、パタゴニアアークノースフェイスっていうのはまあ人気かなというところで、まあ、本日はですね視聴者の方6000名に聞いた人気のアウトドアブランドはどれというところで、動画を作らせてもらいました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。